こんにちは。今日は2回目ですね。2月25日、午前中は病院に行ってきました。でですね、いただいたのは炭酸リチウム錠ヨシトミ200、一般名炭酸リチウム錠 200mg を夕方1日3錠、14日分ですね。で、双極性障害ということで、今回の病院は前回の病院と、診断は同じなんですけど、出された薬が違います。前回の病院はこれですね、サインバルタの処方箋で。で、料金的には、似たようなもんですね。2600とか2800円ぐらい。で、時間で決まってるんですね。今回は通信制診療法60分以上したので5400円。前回は30分だったので4000円みたいな感じですね。初診料は2820円。処方箋料は680円っていうふうに出てますね。で、今回は、良かったところ。良かったところで言うと、血圧を測ったり、身長体重を測ったり、あと問診というか精神療法の時の方が丁寧にいろいろ聞いてくれてメモしたりしていました。聞いてもらえるっていうのは、いいことかもしれないんですけど、人によりますね、この辺は。そして、1個今日持ったのは炭酸リチウム。双極性障害には炭酸リチウムっていうふうにネット上にもあるんですけど、また一応ですね、今回はサインバルタに関しては、薬はもう飲みたくなかったので取らなかったんですけど、ちょっと炭酸リチウムは手に入れてしまいました。で、飲んでないです。飲むつもりはないのでちょっとストックしておきます。なんでかっていうと、2週間後にもう1回様子を見ながら行ってみようと思ってます。で、薬、このこ、これはですね、薬は僕は欲しくないって言ったんですけど、どうしても薬は出しますね。どうしても薬は出す。いろいろあると思うんですけど。で、今日は朝はちょっと気分悪くて行きたくなくて行ったんですけど、また夕方ですね、ちょっと頭がしびれて、ちょっと30分ぐらい、きつくて、今少し横になってたんですけど、たまたま3回連続3人から電話があって取れなかったんですけど、もう3回連続電話があって、折り返しとこうかなと思って、家族の電話も含まれてたら何かあったらと思って、折り返していくうちにまたいきなり回復で、今日は1時間ぐらいですね、5時から夕方5時から6時ぐらいの間、ちょっと突然気分が悪くなりましたけど、1時間で抜けました。薬は飲んでないですね。で、眼球運動をしてました。で、食事もちゃんととっています。で、今思うことは、今日分かったこと、今日勉強したことはなんですけど、ヌチマウスはですね、確かにリチウム、自然界のリチウムっていうのが入ってるので、今日病院の先生に、リチウムはお塩から取ってますという話をしたんですけれども、100g の塩、
まあこのぐらいの袋が 250g の持ってるんですけど、それに 1g しか入ってないんですよ計算上。 100g で 0.4mg とかなんで、まあ、250g この袋、こんだけの袋の塩に、あの割合的に言うと1モグラムしか入ってないです。で今回処方された炭酸リチウムをどんだけ飲まないといけないかというふうにあの言われたかというと、200mg のやつを3粒、600mg ですね。で 600mg を14日間2週間飲んでくださいっていうふうに言われました。だから抜き回すでは足りませんよと。抜き回すは、どんなに飲んでも600mg にはならないですからね。 600mg になるためには抜き回すをこの袋、こんだけの塩、もうある程度の塩を飲まないといけないということになるので、ちょっと現実的にはできないと、ね、いう話で。でまた炭酸リチウムに関しての甲状腺が副作用が出たりとか、いろんなのが出たりとか、また大量に飲むとあのちょっと心臓が止まるかもしれないとかいうのがあるみたいで、それで血中濃度を2週間後に測ることになってますね。で減らす方向ですかっていうふうに話をすると、増やす方向だと、要は血中濃度で 4.44 とかなんか数字がある、この数字を超えると服用を止めるっていう、この以内のこの濃度に上げて、だ足りないので少なめから始めて最高で 1800mg、 1日 1800mg まで飲むようにしましょうという感じの一応今日は診断でした。でまあ今日の説明は、まあ、納得いく説明というか説明がうまかったんですけど、ご自分で、一生懸命やるのもいいんですけどというふうに、だけどそれは、僕も判断はしないようにって丁寧に先生の話も聞きながら、だけど最終的には自己責任なんで、どういうふうに言われるかなと思って聞いていたら、ネジを指で一生懸命、開けようとしている戸口さんに、薬というのは道具みたいなものだからうまく使ってくださいと、ドライバー、マイナスドライバーなのかプラスドライバーなのか、これドライバーでネジを開けた方が楽ですよね、そういうふうに考えて薬を飲みましょうというふうな、まあ、説明は丁寧でうまかったんですが、まあ頑固なんで僕も、その頑固がもしかしたら良くないっていうふうにもあるかもしれないんですけど、僕はどうしてもですね、自然治癒力を信じているのと、精神医療に関して信じられない部分があります。で人を信じてないわけじゃないですね、この医療のこの構造とか薬を使わないといけないということでいろいろな疑問を持っているので、半分スパイみたいな感じなところもありますけど、今回2週間後っていうのもと思いました。2週間、まあ薬を飲んで2週間ぐらいしないと様子が見れないっていうのもあるんですけど、結局は精神なんですか、精神通院精神療法っていうのがあったとしてもですよ、2週間に1回と